歌声はミルフィーユ。はーい、10分休憩。だははー、疲れた疲れた。お疲れ様。どう？初めてコーラスと合わせてみた感想は。難しいです。一曲まるまるやると唇バリ痛いっす。わかるわかる。 あと唾液でビチャビチャなるっすね。そうなんだよね。あの難しかったですけど、自分下手くそだなって思いますけど、あの楽しかったです。それならよかった。あの、むすぶちゃん。なに？ごめんなさい。まだ何も言ってない。だって、今日の練習、その、バラッバラだったよね。そうですよね。なんか、私、全然うまくいかなくて。そう？よくわからんかったけどな。歌だけじゃない。明らかにコーラスも退化した。あの私たちが入ったからですよね。クマちゃん、リードとコーラスの4人で練習してる時の方が綺麗でした。そうね。ごめんなさい。いや、謝ることじゃないよ。演奏が派手になってなんかすごかったし。そうだそうだ、初めて会わせたんだから仕方ないじゃんね。だからって思ったこと言わないのはおかしいでしょ。まずボイパとベース入ってすげーとかかっけーとか、入部してくれてありがとうとか、一通り感動してからダメ出ししろってのなあ。歌、入部してくれてありがとう。はいはい、今私たちに何が起きているか解説をしましょう。しみんな静かに聞いて。この物質に今から福音がもたらされる。ただ部長が喋るだけでしょ。まず一つ目。ごめんなさい、タちゃん。謝罪が追い抜いた？歌の謝罪は進化をやめないね。追い越し禁止。ごめんなさい。コーラスだけで合わせるのに慣れてるから、ボイパとベースみたいな異質な音が入ると乱されるよね。そうなんです。そのせいで歌ちゃん、周りの音がきちんと聞けてなかったね。はい。なんだか気になっちゃって集中できなくて。ヘイヘイ、私とクマちゃんに聞き惚れちゃってんな。うたちゃんのリードは周りと調和するリード、きちんと聞けるようにならなきゃね。はい。アカペラならではだよね、こればっかりは。慣れてくるよ。2つ目、ウルルちゃんのボイパなんだけど。なになに？いい音出てたっしょ。うん、音はとってもいいんだけど、リズムキープ、ぐっちゃぐちゃ。あ？あんたリズムキープが全くできてない。そう？だからコーラスが揺さぶられて合わなくなってるですよね、部長。うん、そういうこと。そんなことないよね、うーたん。ちょっとパニックになるくらい歌いづらかった。フォローしてもいいよ。ボイパがバンドのリズムを握ってるの。全部ウルルちゃん次第。責任重大だよね。しばらくは一定のリズムを刻み続ける練習しなきゃね。地道な反復練習だけど頑張ろう。頑張ってウルルちゃん。ん？オッケーオッケー、母親メトロノームだから余裕。バスドラじゃなかったっけ？ギボッス。センシティブな問題に口を突っ込んでごめんね。3つ目、クマちゃん。はいはい、ウタちゃんどうだった？私？うん、リードの立場からの意見を言ってあげて。黙秘権を行使します。残念、この部室では憲法は通用しません。あの歌ちゃん、遠慮なくどうぞ、聞きたい。あ、
私みたいなズブの素人が言うのはお門違いなんだけど。うん、そんなことない。ウルルちゃんと一緒で、そのリズムがバラバラでやりづらいというか、なんというか。うん。他には？私もわかるんだけど、多分自信がないところとか、ボリュームが下がってる感じがするかも。うん、気をつける。ありがとう。ごめんね。遠慮なく言い合うのが大事ってこと？そういうこと。バラバラというか、ボイパと息が合ってない感じがしたけど。そんなことないよね、クマちゃん。私が合わせられてないかもしれない。え、そうなん？リズム隊は始めたばかりだから、ここからだよ。きちんと二人でコミュニケーションを取ること。はい。はいよでは、四つ目。まだあるんですか？むすぶちゃん。はぁ、あ、ウェイ、おむすびもダメなところあるんじゃ。ウェイウェイウェイ。バック。あ、ごめん、偶然肘がぶつかった。みぞおちに、みぞおちに入ってる。お言葉ですけど部長、私はこの子たちと違ってピッチもずれてないし、リズムも乱してないんですけど。うん。じゃあ問題ないじゃないですか。うん、完璧でしたよね。うん。じゃあ問題ないですよね。うん。はぁ。アイリ、結ぶで遊ばない。完璧だったけど、アカペラとしてはダメ。完璧なのにダメ？わかりそう？全問答？結ぶちゃんは練習の中で自分で見つけてみよう。意味がわからん。わかる？うたちゃん。こうかもなーってのはあるけど。そうなんだ、すごい。お望み通りの人波乱？ごちそうさまです。あ、そういえばもうすぐ夏休みだけど、休み中の部活練習はどうする？おー、どうしよっか。え、夏休み毎日練習じゃないんですか？はぁ、毎日？ん、考え中。初舞台まで1ヶ月ないんですよ。今のこの状況で毎日やらない選択肢あります？毎日？毎日って夏休み毎日？何時から何時よ？まあ9時5時。正気の沙汰か！一度しかない高校1年の青春ぞ。私ただでさえ方向あるんぞ。それはバカなあんたが悪い。黙れ202。もう170位だけど。ちょっと落ち着いて2人とも。ちょっと、うーたん、くまちゃんも言ってやってよ。毎日練習とか無理じゃね。私は友達と遊びの約束とかあるっしょ？いや、友達とかあまりいなくて。私もなんか、ごめんね。もう一波乱来たね。ごちそうさまです。歌声はミルフィーユ。